こんにちは。6月16日金曜日発売予定の強化拡張パックポケモンカード151の情報また解禁になりましたね。一番最初にこれ解禁されたのがなんか CL 宮城の時だったんですけど、あの時僕、まあ、宮城の会場にいたんで、まあ、特に動画で触れてないんですが、あの時解禁されてたのがミュー EX とフーディン EX とあと榊のカリスマとあと何でしたっけ、安全ゴーグルか。まあ、あの辺のカードに関しては今更僕から特に触れることはないと思うんで割愛するとして、今日新しくまた解禁になった御三家の EX とか、まあ、そっちのタイムリーな方について一通りこの動画で考察できればなと思う。今回のパックスはマジでパッケージ好きなんだよね。当たってほしいわ。で、今日は新しく初代の御三家の EX が解禁になりましたね。あとトレーナーズがちまちまと、その辺一通りチェックしていこうと思う。1枚目、まずはリザードン EX。 HP330 炎タイプ、2進化ポケモン、技を2つ持っています。炎1個、ブレイブウィング60プラス、こいつにダメ感乗ってると100ダメージ追加。炎4つ、爆炎の渦330ダメージ、こいつについてるエネルギーを3個トラッシュする。水弱点の逃げ根が2。上技は1エネで160ダメージ、まあコスパのいい技で、イキリンコ EX とか破壊できますね。まあ1エネで要求エネ自体は軽いんですが、自分にダメ感乗ってないとっていう条件付き。これはまあ分かりやすくマグマの滝壺っていう相性抜群のスタジアムあるんで、使いやすい技にはなると。まあ小物とか一部の EXV ぐらいならワンパンできるって感じですね。で、下技に関しては4エネとクソ重い上にエネルギー3個のトラッシュが必要になるため、連発は基本的にできないんですが、火力は330、まあ基本なんでもワンパンできますよと。なんかまあどっかで一発打てればいいみたいなところではあるんで、マグマの滝壺で加速しておくもよし、散らしておいたエネルギーをグレンアルマの特性火送りで集約もできる。グレンアルマとか使う場合は EUEX とかが自分側に炎エネルギー集めておけるんで、まあ下準備の手段としては悪くないのかなと。まあ普通にキバナ、マグマの滝壺、手張りとかでね、一旦2、3エネぐらいとか意外とつくんで、まあそっちも悪くないと思います。このリザードン EX と進化元を共有できる、なんだっけ、特性燃え盛るだったかな、あれを持ったリザードンとも相性は非常によろしい。あいついると自分の場の炎エネルギーが1個で2個分として働くようになるんで、爆炎の渦が実質2エネで打てるようになりますよと。まあ2進化2つ入れるのきついとこではあるんですが、まあ一応進化元共有できてるんでギリ耐えなのかなっていう気もします。てかまあいつも通り炎タイプなんでね、困ったら輝くリザードン入れとけばそれっぽいデッキにはなると。適当に EX で暴れた後に、あと火炎爆でよろしく的なノリで勝てるときは勝てそう。やっぱ1エネで使いやすい技持ってるっていうのは非常によろしいですね。まあ滝壺でダメ感2個乗ったとしても310なら基本的になかなかワンパンされないと思うんで、まあ結構強いと思います。で、次、カメックス EX。今回の御三家の中だとなんか一番希望がありそう。HP330 水タイプの2進化ポケモン、特性硬いコーラ、こいつが受ける技のダメージはマイナス30されますよ。水エネ2つ、ツインキャノン Y バーン。140×。自分の手札から基本水エネルギーを2枚までトラッシュし、その枚数かけ140ダメージ。雷弱点の逃げ根が3。受けるダメージマイナス30の特性、一見地味なんですけど、このサイズのカメックスが持ってるってなるとかなり鬱陶しそうではある。ワンパンしに行こうにも実質耐久が360になるんで、青天井のデッキですらも基本的にワンパンが難しくなるような耐久ライン。かといって2回の攻撃で倒そうとすると特性2回働くことになるんで、実質マイナス60。攻撃回数が増えれば増えるほど相手に与える負担は大きいものになる。シンプルなんですけどクソ優秀な特性で、技に関しては要求エネルギーが水エネ2個と軽く、まあ起動はしやすい。手札の水エネルギー2枚捨てると280まで出せるんで、 V スターまでワンパンできるライン。ベルト持たせれば310の VMAX でもワンパンと。火力のラインとしてはかなり優秀。1エネ14040の内訳ができる点もいいですね。あと V ガードとかも貫通できるのもよろしい。で、ダメージ出すためには手札に水エネルギーが必須となるんですが、水タイプは非常に恵まれていて、エネルギー加速手段、手札に水エネルギーを集める手段には困らないタイプ。まずエネルギー加速に関してはパルキア V スターのスターポータルがありますし、あと2進化ライン増やしすぎるとまあデッキとしてきついんですが、一応先日登場したセグレイブの極低音もある。まあでもパルキアの方が安定はするっぽいな。こいつら要求エネ少ないですからね。手札に水エネルギー集める手段としては、まあ、スーパーエネルギー回収、あとはエネルギー回収などでトラッシュに用意できれば使い回しが可能な上、山札から持ってきたい場合は、まあ、パオジアン EX の罠なく霊気もギリあると。で、最もありがたいポイントの一つとしては、水タイプには最強のサポート回っていうのが存在しているので、二進化であるカメックス自体も場に用意がしやすい点。不思議な雨と足りない水ポケモンを持ってくるもよし、カメックス立てた後はエネルギー回収系のグッズも持ってこれるようになる。いや、やっぱ恵まれてますね、水タイプは。カメックス EX は意外と強いデッキになりそうな気がします。
ます。で、御三家最後、不思議マナ EX、HP340 草タイプの二進化ポケモン、特性安らぎの花、こいつがバトル場にいるなら自分の番に一回使えて、自分のポケモン一匹の HP を60回復しますよ。草無色、猛毒ウィップ150ダメージ、相手のバトルポケモンを毒と混乱にする、炎弱点逃げ根が4。特性これ、バトル場限定か、一旦の間に連発っていうのはできなさそうですね。ただ、60回復って回復量としてはかなり大きいんで、小物でこづいてくるような相手にはこいつ一匹で技連発してるだけで無双できそう。で、大型相手にはさすがに60回復だけやと、まあ、多分間に合わなくなるんで、技の追加効果の混乱で時間稼ぎしていく感じになると。まあ、時間稼げれば稼げるほど安らぎの花の試行回数も増えて、まあ、いい感じに回復できるって感じですね。一旦の間の回復量を増やす手段としては、輝くアマージュを追加で置いたりだとか、踊り鳥を置いたりで、毎ターン100から120回復とかは、まあ、結構できるんじゃないかなと。まあ、ただ問題は、二進化のこいつを立てた上で3エネルギーどうやってつけんのって話ですよね。一応草エネルギーの加速手段として手っ取り早いのが、フォレトス EX の爆弾なんですが、あれでまあ、2匹分の不思議マナ EX のエネルギーはつけることができると。ただ、あいつ爆発するだけじゃなくて、それに加えて二進化の不思議マナ EX も立てなきゃいけないんで、まあ結構必要なカードの枚数は多そうではある。草エネの加速手段、あとはナタネの活気とかもあるんですけど、あのカードサポートとしてマジで使いづらすぎるんで、まあ難しそうではあります。二進化ポケモンって、まあ基本的に立てた段階でスムーズに殴り出せるだとか、中間の一進化が優秀だとか、まあ何かしら負担を軽減できる要素が欲しいところなんですが、こいつに関しては二進化特有の使いづらさが他の2匹と比べると目立つ印象。まあ、立って攻撃までいければ、まあ、明らかに鬱陶しいですね。まあ、鬱陶しいだけで結局なんやかんや倒されそうではありますけど。はい、ポケモンは本日この御三家が公開になりましたよと。で、トレーナーズが今日新しく3種類公開されてるんで軽く触れておこうと思います。まずはサポートエリカの正体。なんか効果結構悪役っぽいけどな、大丈夫ですかね。相手の手札を見てその中から種ポケモン1枚選び相手のベンチに出す。その後そのポケモンをバトルポケモンと入れ替える。入れ替えるのは強制なんだ。まあ、なんかしら別であらかじめ手札確認できるカードが欲しいですね。相手の手札に種ポケモンなかったらほんとなんもない。ただサポート券使っただけになっちゃうんで、なんかネオラントブイとかその辺の出た時特性持ってるやつ引っ張り出せたらかなり熱いんですけど、まあいかんせん不確定要素が強すぎるんで考えなしに採用できるカードではなさそう。全くケアされてないタイミングで誰かがこれ採用して大会出ると強いみたいな1枚。まあこれもテキストってよりかはまあ SR のイラストの方に注目がいきそうですが、次グッズスナッチアーム。相手の手札を見てその中からポケモン1枚選んで相手の山札の下に戻す。こっちもエリカと同じく妨害系のトレーナーズで、まあ、種、進化と問わず、ポケモンいたら何でも戻せるんで、エリカと比べるとヒット率は高め。最近はポケモンの枚数少なめの構築ってよりかは、デッキ内のポケモンの枚数はむしろ多くなるイメージがあるので、相手の盤面ができる前の妨害としてはかなり強そう。4枚採用してね、序盤から妨害しまくるデッキとかも結構面白そうですよね。で、普通にこれ打たれたせいで一旦遅れるとか全然ありそうですね。で、本日公開されたカードの中だと、最後、ポケモンの道具、食べ残し、自分の番の終わりにこのカードをつけてるバトルポケモンの HP を20回復する。まあ、ベンチにいたらダメ。バトル場にいないと効果発動しませんよと。あー、だからさっきの不思議バナ EX に持たせたら回復量ちょっと増えるのか。それ以外だと、サーナイトとかに入れたら少し便利そうではあるんですけど、これ持たせるなら緊急ゼリー持たせそうっていう感じはしますね。やっぱ時代はチャンピオンズフェスティバルなんだよな。まあ、持たせてバトル場にいる限り、毎ターン発動する効果なんで、めちゃくちゃ耐久高いポケモンとかがいたら、それにこれ持たせるっていうのは、ま、選択肢になるかもしれない。え、って感じですかね。なんか今日公開されたものの中だと、カメックス EX とかあとリザードン EX は、ま、結構デッキ面白そうってか形になりそう。不思議マナーはやっぱ二進化立てつつ、エネルギー3枚供給っていうのが、ま、課題になりそうですね。まあ、まだパック出るまで1ヶ月半以上ありますからね。あ、なんか1ヶ月半も開くってすごい久しぶりな気がするな。またおいおい情報解禁されると思うんで、そちらを楽しみに待つとしましょう。今日も、シャーバイバイ。